こんにちは。朝4時半です。曇っています。気温は17度ですね。ユリのスイートザニカがたくさん咲いています。トライアンフェーター、今年は初めて咲きました。ゴールデンスプレンダーも今年初めましてですね。結構大きいですよね。ピンクのクリナム、小柄ですけども咲いています。ブッドレア、いつの間にか咲いていました。白いクリナムもたくさん咲いてきましたね。これはちょっとおすすめです。アルストロメリアサマーフィーリング、綺麗に咲いてますね。アルストロメリアフェニックスも咲いています。オレンジパーフェクションもまた復活してきました。コレオプシス、いつの間にか咲いてましたね。ヘメロカリスコーラスライン、小さめですが綺麗な花です。シロームジムカッパーも今日はたくさん咲いています。スカシユリも綺麗に咲いています。ヘメロカリストスカウィラタージマハル一つですね。スカシユリブライトダイヤモンドも綺麗に咲きました。グラジオラスバナナラマ、それから他の花も咲いてますね。これはイエローピクセル、そしてジラフです。アリウムタンチョウも可愛らしくなってきました。ヘメロカリスビューティーファーリース、6時になりました。曇っています。天気が悪いと6時の時点でヘメロカリスあまり開いていません。花菖蒲は、咲いてますね。ユリのコーナーです。カッコウが鳴いているの聞こえるでしょうか。6時の庭です。実はおばさんは4時過ぎから花柄摘みをしています。年に 2,3 度のお楽しみなんですが、大人の休日クラブパスで新幹線で日帰り旅行を楽しんでおります。今日も6時半過ぎに家を出なければなりません。これは宿根ひまわりブリーディングハーツですね。そして先ほどのクリナムはポーエリーアルバでした。そばなの花が咲きましたね。小さな花です。これはピンクのクリナムですね。そして糸シャジンたくさん咲いてますね。そばなに似ています。アガパンサスももう少しで咲きそうです。宿根フロックスもたくさん咲いていますね。いきなりですが築地の寿司生にやってきました。10時前に着きましたよ。マグロ、中トロ、イカ、タイ、イワシ、ホッキ貝、マグロの漬け、アワビ、イクラ、またマグロ、クルマエビ、アナゴ、これで終わりです。築地の星のコーヒー店に行きました。2階建てオープンバスパノラマドライブ、レインボーブリッジ&銀座、はとバスに乗っております。国会議事堂、それから東京タワーが見えてますね。真下から撮ってみました。バスに乗ってるおばさんがおしゃべりがすごくてですね、ガイドさんの解説が全く聞き取れませんでした。で、撮影に徹していたわけですが、フジテレビとかね見えてますね。おばさんたちの晴れ女伝説っていうのがあるんですが、昨日も今日も全く雨に降られませんでした。実は築地から東京駅まで歩いて、そしてはとバスに乗ってるんですね。ここは2階建てバスがギリギリ通れるという場所なんですが、スリルがありますね。そして東京駅に戻ってまいりました。はとバスの1時間の旅楽しかったです。あんみつ三橋の氷クリーム宇治金時を食べました。そして福島に帰ってきました。夜の7時ですが、ヘメロカリスを摘みました。丸尾です。丸尾はご飯にしか興味がありません。聞いてください。今日はこの辺で、バイバイにゃん。